マミムメモ、セイカです。楽天のノックスのショップでセール品を購入してみました。なんかアッシュフォードもそうだけど、こういうね、手書きだよねの直筆メッセージをいただけるけど、めちゃくちゃ可愛い字だね。こういう字になりたい。可愛い。ということでセール品ですね。ネックストラップ、アドリアピンク。そう、会社員がさ、つけてるさ、こういう自分の名前とか役職が書いてるやつをぶら下げてる、ぶら下げるための紐なんだけど、私これスマホかけようかなと思って買いました。そう、首から下げたくならん、スマホ。吊り下げ用金属フックが2つ付いています。お好みの小物別売って書いてある。これがケースのことか。あ、革の匂いがする。ちなみにね、多分ね、これ半額で1650円でしたね。ここ取れそうだけど今取れないや。取れなくてもいいんだけど。はい、ということで、ね、こちらが2個ついてますね。使っていこうと思います。で、次、リフィルファイルボックスですね。こういうのってセールになるんだね。っていうか、分けあり品みたいな感じかな。なんかボックスが、何、折れてる。なんかよくわかんないけど。これも30% オフとか半額だった気がしますね。こちらは935円って書いてある。黒もあったけど、他に何だったっけな。水色とベージュがあったんだっけな。忘れちゃった。気になってた商品だから買えて嬉しい。こちらがバイブルサイズのボックスになりますね。手帳に合わせて整理できる。テーマ別にアーカイブできる。未使用リフィル保管庫として、確かにそれもいいね。リフィルファイルボックス、リフィルを簡単に整理できる機能的なアイテム。開けて、おお、なるほどね。1セット買ったら茶色が2個、青色が2個、グレーが2個と2種類ずつ計6個入ってるんですね。で、この中に入れられるという、しかもジャンル別にね、こう取り出しができて、この中に穴が開いてるから、例えばこれを収納したいと思って入れるでしょ。こっからちょっと今急に入れたいかもっていう時に、このまんま入れることができるんだ。すごい、これいいね。普通にいい。これ普通にいいね。なるほどな。ぴったり、すごい。ということで、これをこう入れて、ここをこうするともう完全にね、中が見えないし、なんならもうこの中に入れなくても2個として使うこともできるくない？ちょっと大きさが違うけど、当たり前だけど。すごいね、これ本当にすごい。これよく考えられてる。さすがノックスだね。で、今まで私がどういう風に収納してたかなんだけど、こちらですね。これがね、一番上がまあ自分が好きな紙で、あとはもう完全にバラバラって、この穴のところにこちら割りピンをね、刺してまとめてるだけなんだよね。わかるやつある。あ、これだ。これだったら端と端、ここに6つ穴があって、端と端に刺して後ろでね、パカッて割ったらこれで止められるのね。そう、これをこういう風に分割して入れておりました。そう、こうやって普通に乱雑に置いてたけど、これが1年分、うん、1年分ぐらいかな。1年分だったらこれ入らないね。まあ、こういうスケジュール系はさ、なんか得
返すこともないからさ、こういうやり方でいいと思うんだけど、あとはね、こちらダイソーの普通の透明の6アナバイブルサイズのファイルなんだけど、こういうのにも入れてたことあるけど、こういう、なんだろう、でもこれもいいけどね、いいけど、なんとなくこれも気になったから買ってみたって感じね。使ってないやつも入れられるのもいいし、うわ、これを機能的にこう活用できる脳が欲しい活用できるかな。でもせっかく2箱も買ったのでね、ちょっとなんか考えたいですね。でもなんか改めてこれ見たけど、やっぱこれ好きだなこの自分の止め方好きだな。何にでも使えると思うけど、こういうね、割りピン1個持っとくとおすすめかもしれない。こう止めたいっていう時にね、簡単に止められるので、はい、というわけでそんな感じの購入品紹介動画でした。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。